今日はですね、ニーチェの権力への意思を紹介したいと思うんですけれども、権力への意思202ですね、2はこうあります。大敗の大仲介者たるプラトンは道徳の自然性を理解しなかった最初の一人である、っていうふうにこうあるんですけれども、この文章は下の概要欄に貼っておきます。そしてですね、この言葉の意味なんですけれども、これに関する説明っていうのは、本文には一切ないんですけれども、私が解釈するにですね、道徳の自然性を理解しなかった、最初の一人がプラトンだっていうんですけれども、道徳の自然性とは何かっていう、まずそういうことなんですけれども、道徳の自然性をですね、プラトンは、変えてですね、道徳を不自然なものにしたっていう、そういうふうなことで、そしてでは道徳の自然性とはどのようなものだったのかっていう、そういうことなんですけれども、これ、例えて言うならですね、夢のような世界みたいな、そういうことだと思うんですよね。私たち夢を見ると思うんですけれども、夢の中でですね、例えば、空を飛んだとしてですね、空を飛べるのって不思議だなとか、なんで自分は空を飛んでるんだろうとか、そういうようなことは考えなくてですね、自分が空を飛んでると、それを素直に受け入れるみたいな、そういうふうな感じに、夢の世界ではですね、なっていると思うんですけれども、何でもそうで、夢の世界は、例えば人が怪我をしたらですね、どうして怪我をしたんだろうとか、そういうことを考えずに、怪我をしたっていうことを受け入れるみたいな、さまざまな道徳の規範があって、その道徳の規範をですね、その都度その都度こう受け入れていくっていう、それがですね、夢の世界であって、ニーチェの言うですね、道徳の自然性っていう、そういうようなことだろうと思うんですけれども、これがですね、プラトンによって、変えられたみたいな、どういうふうに変えられたのかっていうと、簡単に、例えて言うならですね、現在またコロナウイルスの問題っていうのが、騒がしいんですけれども、コロナ問題で、よくこう、言われるのがですね、経済よりも命を大事にしろっていう、そういうようなことを言われるんですけれども、この言論ですね、経済よりも命っていう、この言論にはですね、経済という、概念よりも命という概念の方を上に置くっていう、そういうふうな考え方が、あるわけで、このように、道徳を秩序づけるっていう、まず一番大事な観念を決めて、その観念の下にですね、道徳の価値を序列づける、さまざまな道徳の徳目をですね、序列づけるっていう、これがですね、プラトンの言う、プラトンの、道徳の不自然性っていう、ニーチェが言うですね、プラトンによって変えられてしまった道徳の不自然性っていう、そういうようなことだろうと思いますね。この道徳の不自然性っていう、そういうようなことで、道徳をさまざまに序列づけるっていう、そういうようなことで、近代に入ってですね、このような考え方っていうのは強化されたんですけれども、現在では命が一番大事で、その次が経済だみたいな、そういうような序列付けがされているらしいんですけれども、これが例えばですね、フランス革命の時は、命っていうものよりも自由っていうものが大事とされて、あのようなフランス革命がですね起こったっていう、そういうようなことも考えられるわけで、時代によってですね、道徳の徳目の序列性みたいな、そういうのは変わってくるんですけれども、道徳にの徳目をですね、何らかの基準で序列づけるっていう、それがですね、道徳の不自然性っていう、そういうようなことだろうっていうふうに、私は考えますね。ですから、プラトンが現れたのがですね、紀元前、400年ぐらいですから、この紀元前400年以降ですね、ヨーロッパにおいては、道徳っていうものが、秩序づけられたっていう、日本を含めたですね、東アジアにおいてはまた別の歴史が存在するんですけれども、
まあ、ヨーロッパにおいてはプラトン以降に道徳が秩序づけられたっていう、まあ、道徳の徳目がですね、まあ秩序づける、まあ、道徳の徳目を秩序づけるような、まあ、そういうのは道徳習慣が現れたっていう、まあ、それをですね、まあ、ニーチェが、まあ、道徳の不自然性っていうふうに言って、まあ、攻撃しているっていう、まあ、そういうようなことだろうと思いますね。そしてですね、大敗の大仲介者たるプラトンっていう、このようにニーチェは言ってるんですけれども、まあ、大敗っていうのはですね、このように道徳を秩序づける、まあ、道徳の徳目をですね序列づけるみたいな、これをニーチェは、まあ、大敗であるっていう、まあ、堕落であるみたいな、まあ、そういうようなことを言うんですけれども、まあ、これは一つの価値観だと思うんですけれども、大仲介者たるプラトンっていう、まあ、こういうことを言っているんですけれどもプラトンがですね、まあ、道徳の徳目を序列づけるっていう、こういうアイデアを思いついたのは、まあ、プラトンがですね独自に思いついたっていう、まあ、そういうようなものではなくてですね、まあ、実は、まあ、プラトンがですね、まあ、これ結論を言うとですね、まあ、ユダヤ教からこのような考え方を採用したっていう、まあ、そういうような歴史的経緯があるんですよね。プラトンっていうのは、まあ、最初表した著作っていうのがソクラテスの弁明という、まあ、そういうふうな本なんですけれども、このソクラテスの弁明においてはですね、まあ、ソクラテスが、まあ、こういかに他人にうざがらみしてですね、そして死刑になってしまったのかっていう、まあ、そういうことを書いているだけで、まあ、道徳の、まあ、序列付けみたいな、そういうことまではしてないんですよね。そして、まあ、その後の教演であるとか国家であるっていう、まあ、そういうような著作の中で道徳の、まあ、序列付けっていうことをやっていくんですけれども、この、まあ、ソクラテスの弁明からですね、まあ、国家に至るこの間のどこかで、おそらく、まあ、プラトンは旅に出てですね、そこで、まあ、ユダヤ教っていうものを知って、それを自分の哲学に採用したっていう、まあ、そういうふうなですね、これ私の考えではなくて、そういうような歴史的経緯があるっていうふうにされていますね。まあ、ユダヤ教がですね、その、まあ、ユダヤ教たるその、まあ、アイデンティティを確立したのが、バビロン捕囚っていう、そういうふうな事件で、これがですね、紀元前500年頃の出来事ですね、出来事で、これによってですね、まあ、バビロン捕囚によって、まあ、ユダヤ人のアイデンティティというのがこう揺さぶられて、まあ、ユダヤ人がユダヤ人であるところのものを確立しようということで、まあ、絶対的な神っていうものをユダヤ人は作り出したんですよね。で、そしてこの絶対的な神っていうものから、まあ、さまざまな徳目をですね、まあ、秩序づけていくっていう、そういうふうな方法をユダヤ人は採用してですね、でその結果ユダヤ人は、まあ、2500年の間ユダヤ人であり続けているっていう、まあ、そういうようなことになっているんですけれども、で、まあ、このような考え方ですね、まあ、最高の徳目を一つ決めてですね、その徳目から、まあ、徳を他の徳目を、ね、まあ、秩序づけていくっていう、このような、まあ、ニーチェが言う、まあ、堕落した方法みたいな、まあ、堕落した、まあ、道徳機構みたいな、そういうふうなことを、まあ、ユダヤ人が最初にやってですね、それをプラトンが採用したっていう、まあ、そういうような歴史的経緯があって、これをですねニーチェは、大敗の大仲介者たるプラトンっていう、まあ、このように言っているだろうというふうに思いますね。そして、まあ、これで全て説明したっていうことになると思うんですよね。大敗の大仲介者たるプラトンは、道徳の自然性を理解しなかった最初の一人であるっていう、まあ、こういうふうに言っていて、まあ、このようにですね、まあ、ニーチェは、まあ、プラトンを、まあ、攻撃するっていう、ような、プラトンがこのような、まあ、近代社会の基礎になっているっていう、まあ、そういうふうな考え方でですね、キリスト教のこう、まあ、さらにね親玉がですね、プラトンであるっていう、まあ、そういうふうな考え方を展開して、まあ、プラトン批判を、まあ、この力への意思ではですね、まあ、かなり強力にやっているっていう、まあ、そういうふうなことになるだろうというふうに思いますね。今日の動画はですね、まあ、ニーチェの権力への意思202を紹介、解説ですね、解説みたいなことをさせていただきました。今日の動画は以上になります。